トンネル内の壁が崩れ通行できなくなっている国道169号南行きの芦原トンネルに代わり、今日から北行きのトンネルが対面通行できるようになりました。芦原トンネルでは先月30日、天井部分のコンクリートが崩れ、国道169号の南行きは通行止めが続いていました。このため、県では芦原トンネルに並行する北行きの新芦原トンネルの2車線を対面通行にする作業を進めていました。そして、センターラインへのポールの設置など、対面通行の安全を確保する工事が今朝完了し、午前11時過ぎ、南行きの通行が始まりました。国道169号は吉野地域と奈良盆地をつなぐ大切な道路だけに喜びの声が聞かれました。南行きが通れなくなったということで、非常に車の入りが悪くて閑散とした状態でありましたけれども、ご覧のように車の入りも徐々に増えてまいりました。通行可能になったということは、皆さんにもっと知っていただくために、もっともっと情報開示もしていきたいと考えております。ただ崩落のあった芦原トンネルの復旧はまだ目処が立っていません。